はい、皆さんこんにちは、ガミです。はい、僕はこれ今ですね、下関駅に来てます。で、下関駅からですね、だいたいバスで20分ぐらいのところにある壇ノ浦っていうところに来たわけなんですが、で、この壇ノ浦っていう場所は何が有名かと言いますと、本州と九州を結ぶ関門海峡があるっていうところですごく有名なんですよね。で、これ映してるのは本州と九州を結ぶ関門橋っていうすごく立派な橋なんですが、で、これ対岸を今映してるわけなんですが、この対岸はですね、もう九州になってるわけなんですよね。で、僕は今これ本州側にいるんですが、あの本州と九州を結ぶこの関門海峡っていうのはめちゃくちゃあの距離的には近くて、なんとこれですね、あのすごく珍しくなんか歩いて行けるわけなんですよね、本州側から九州側にかけてね。で、地図で見るとすごく近いっていうのが分かりやすいんですが、もうなんか本当に1キロぐらいしか距離的にはないんですよね。で、このエレベーターを降りてこの下をあの歩いていくって感じなんですが、もう本当に海の下を歩いてるって感じなんですよね。で、歩いても行けるんですが、もちろんですね、あの自転車とかバイクとかもその辺もあの一応持ち込みでできるんですが、それはなんか20円払ってそれで押して歩いていくって感じなんですよね。さあ、で、これ今エレベーターを降りて、あの歩いて行けるところの入り口まで来たわけなんですが、まあこんな感じになってるんですよね。で、今本州側から歩いていくので門司方面はこっちですよっていうね、そういう案内の表示も書いてあります。で、これをずっと行くと向こう側は九州ということになってます。で、これね、もう一つ面白いのが、一応ね、ここ国道2号線っていう扱いになってるらしいんですよね。で、これ歩いて行ける徒歩専用の道の国道2号線で、一般道の車専用の道っていうのは確かこのすぐ隣に走ってるっていう感じらしいんですよね。さあ、で、今これひたすら歩いて、本州側から九州側に向かって歩いてるわけなんですが、で、これがね、面白いんですよね。で、今本州側から歩いてきて、ここに県境があるんですよね。ちょうどこれ海の真下なんですけども、山口県と福岡県の県境があるということで、じゃあ今山口県から福岡県に入ったということで、ここからね、あの本州と九州の、あの境目になってるという感じなんですよね。さあ、で、大体ですね、距離的には本当に1キロないぐらいですね、800メートルぐらい歩いて、本州から九州に歩いてきたという感じで、大体歩いてそうですね、10分ちょっとぐらい、15、6分ぐらいで、到着したという感じで、今これが九州側ということで、住所もちゃんと北九州市門司区門司っていうことに、ね、なってるという感じですね。いや、これ本当に全国的にも珍しくてですね、あの僕ここ来るの2回目なんですけど、いや、すごい楽しいなという感じで、さあ、で、これで門司の今駅の近くに来てるわけなんですが、門司のやっぱり近くっていうのは港町でですね、こういう感じでなんか西洋風ではないけど、やっぱり本当に綺麗な感じでね、街づくりがなされているという感じでございます。さあ、で、これ今どこに来てるかと言いますと、門司港で一番高い建物に来たわけなんですよね。で、ここはですね、確か300円ぐらい払ってこの展望室に来たわけなんですが、で、これ反対側はもう本当にすぐ九州が見えるという感じなんですよね。さあ、で、これは今晩ご飯で門司港名物の焼きカレーを食べてるという感じなんですが、もうこの焼きカレーも本当にめちゃくちゃうまいので、門司港に来る機会がある方はぜひ食べてみてくださいという感じでございます。さあ、で、これまたあの上からの風景なんですが、門司港駅とかも見えるという感じなんですよね。はい、じゃあこの動画はここで終わりにさせていただきたいと思います。